第4代アソル公爵ジョン・マレー第4代アソル公爵ジョン・マレーは、イギリスの貴族、政治家。父が爵位を継承した1764年から、自身が爵位を継承する1774年まで、タリバーディン公爵の儀礼称号を使用した。1755年6月30日、トーリー党の政治家、ジョン・マレーとその妻、シャーロットの間の長男として生まれる。 1764年1月8日に、第二代アソル公が死去した。アソル公爵位をはじめとする、男系男子のみに継承される爵位は、老いにあたる父が継承した。一方、女系継承が可能なストレンジ男爵は娘で、ある母が継承した。1774年11月5日に、父が死去し、アソル公爵位下13個の爵位を継承した。 1775年から1781年と1791年から1812年まで、フリーメイソンのイングランド、古代派グランドロッチのグランドマスターを務めた。また1778年から1780年まで、スコットランドグランドロッチのグランドマスターを務めた。1780年11月に、王立協会フェローとなる。 1780年から1786年にかけては、スコットランド貴族の貴族代表議員として、イギリス貴族院に議席を保有した。1786年には、グレートブリテン貴族ストレンジ伯爵に乗されたため、以降アソル公爵家当主は、自動的に貴族院議員に列することになった。1794年から1830年にかけて、パースシャは知事を務めた。 1797年6月には、数密古門館に列する。1805年に、母が死去し、第九代、ストレンジ男爵位を継承した。1830年9月29日に、スコットランドパースシャー・ダンケルドにある自邸の、セイアダムナンコテージで死去した。1774年に、第九代カスカート卿チャールズカスカートの、娘ジェーンと結婚し、彼女との間に、 以下の五子を設ける。1794年に第16代フォーブス教ジェームズ・フォーブスの娘マーガレットと再婚。彼女との間に以下の虫も設ける。ありがとうございます。